サッカーにおける守備のマークの基本。サッカーの守備においてマーク派重要な基本戦術の一つです。効果的にマークすることで相手の攻撃を阻止し、守備陣形を整えつつゴールを守ることができます。守備のマークにおける3つの基本的なポイントについて説明されています。個人戦術とグループ戦術におけるマークの基本的な考え方とその実践方法について解説します。1ボールとマークを同一視野に入れる。守備の基本としてボールと自分がマークする相手を常に同一視野に入れることが重要です。これにより相手の動きに素早く反応し、ボールにアプローチするチャンスを見逃さないようにできます。このポジションの取り方を特に次の点が強調しています。自分がマークする選手がボールを受けるかどうかを確認しつつ、ボールの動きにも対応できるように位置を調整する。体の向きを工夫し、相手とボールの両方に素早く反応できるように首を振って視野を確保する。2ボールとゴールを結んだ線上のカバーリング。守備の次の基本はボールとゴールを結ぶ直線を意識することです。ボールがゴールに向かって進む場合、その直線上に立つことで相手の攻撃を妨げることができます。カバーリングの重要性も強調しており、次のように説明しています。自分がマークしている選手がボールを受けた際、素早くアプローチできる距離を保つ。ボールが他の選手に渡った場合にもすぐにカバーできるように柔軟なポジショニングを取る。カバーリングによって相手がボールをコントロールする時間を制限し、次のプレーをさせないようにすることができます。3アプローチできる距離感を保つ。守備の成功には適切な距離感も欠かせません。特にボールが自分のマークする選手に渡った時、すぐにアプローチできる距離にいることが重要です。マークとカバーリングの距離感が説明されており、守備における次のポイントが強調されています。相手がゴールを持った瞬間に適切な距離から素早く寄せることで相手のプレーを制限する。ボールを奪いに行く際、むやみに飛び込むのではない。相手がゴールを触る瞬間を狙う。この距離感を保つことでドリブルで抜かれるリスクを最小限にしつつ、ボールを奪うチャンスを増やすことができます。結論、サッカーにおける守備のマークの基本はボールと相手を同一視野に入れること、ボールとゴールを結んだ線上でカバーリングすること、そして適切な距離感を保ちつつアプローチすることです。これらの基本を抑えることで個人としてもグループとしても効果的な守備が可能になります。守備陣形を整えながら相手の攻撃を封じ込めるための重要な戦術を学び実践していきましょう。